おはようございます。中高年の味方時事雄三です。今日のですね時事雄三の今日のテーマとしまして、日産社長にですね内田専務ということで今日は新聞の方に載っておりました。そういうことでですね日産自動車関連ということで投稿していきたいと思います。新聞見てもらえば分かりますようにですね日産の社長にですね、日産の内田専務がですね、年齢的にはですねかなりですね今までと違ってちょっと若い方でですね1ランク一飛びというかもう間が抜けてちょっと飛んだような感じですね。年齢的にはですね、53歳ですからね一番行動力があり油が今から油が乗っていくという時期の年齢じゃないかと思います。53歳。自分を考えてもですね53歳の時はやはり正直言ってですね疲れを知らないというかですね、そういう状態でもう本当仕事を何ていうか言葉はあれですけど昼間も夜も元気よくですね行動した時期ですね。だけど50代というのは、男性にとってはですね、そういう年齢と思いますね。仕事もですね、そういう方がCEO になったということでですねある程度というのは失礼なあれですけどね期待できると思いますね。それと COO にはですねこれはまたいろいろ能力がある方でしょうね。名前がというかインドの方でですねアシュニワニ・グプタちょっとインドの言葉ですから言いにくいですけどその人が COO この人も年齢は49歳だから年齢的にはですねちょうどやっぱ釣り合ってると思いますね。これが逆だったらちょっといろいろ支障が出てくる場合もあると思いますけど一応こういう53歳49歳でですね一応年齢差もありますから、その辺もなかなかいいんじゃないかと思いますね。そういうことでですね詳しいことは新聞にですねいろいろ書いております、書いてありますからですね、私としてはですねこういうことで大体は内田専務じゃなくてですね次のですね社長山内さんですかね山内さんをするような話がちょっと少しあったんですけどねそれよりもこういう若い人をですねもう頑張ってもらうというかですね動いてもらう方がいいと思います。私も思うにですね年齢だけではちょっと言えないと思いますけどですね年齢が分かればというか失礼しました若ければやっぱスピード感が違いますからね一歩歩くのにもですねやっぱ、40代50代60代70代の人は違います。それと一緒だと思います。だからそういうことでもう日産のですね株価も今もうガタガタですから利益率ももう前年度に比べて前年同月ですかね比べてガタガタですからもう何もかもガタガタ社内もガタガタルノーとの関係もガタガタそういうところですからねここでですねしっかりですね若い方がですね行動してもらいたいと思いますね。そうしないともう日産はですね将来的にですね今自動車業界自体が厳しいですからね。そういうところでですね日産にはこれからですね若い力でですね頑張ってもらいたいということでですね、これで終わりますけど、私が長々というよりですね、新しい内田専務、内田CEO およびですね、グプタ COO ですね、この方と集団指導体制になるんですかね。で頑張ってもらいたいですね。私個人的なあれとしてはやはりちょっと少しですけどね、もう微々たるもんですけど、一応日産の株をまだ塩漬けしておりますからね、塩漬けですからね、その辺を早くですね、せめて1,000円以上とは言いません、900円までですね戻ってもらいたいというところですね。そういうところも含めてですね、新たにですね日産社長がもうちょっと期間はかかるようだったんですけどね、早く決まって、やっぱスピード感があってよかったと思います。そういうところでですね日産がですねぐぐんと業績が伸びてですね株もぐわんと伸びるのを期待してですね終わりたいと思います。そうすると、最後にですけどね、チャンネル登録もぜひよろしくということでこれで終わります。本当ありがとうございました。これで終わります。